はい、まあ、まず皆さんに本編の YouTube を見てもらう前に、ご説明したいことがあります。僕は、2週間ほど前にまずマムシに噛まれました。10日間入院した後に、退院しました。今日その退院から1週間経って、まあ、外来でお医者さんにまたちょっと診察してもらいました。血液検査と、まあ、触診というかちょっと普通に診察ですよね。最初も噛まれてめちゃくちゃひどい状態からちょっとずつ良くなっていったっていう感じで、まだやっぱマムシの毒って相当強くて、その、まあ、前回じゃないんですよね。やっぱずっと立ってたり、あとまあずっと座ってたりっていうか、まあ、足をこうとりあえず、マムシに噛まれた件や入院について、まあ、しっかり語ってる動画を今、編集中なんですけど、まあ、今日撮れたこの動画がとりあえず面白いので先見てもらおうってことで、まあ、時間列で言ったら前後することになっちゃうんですけど、まあいっかと思って、まあ、先この動画見てください。まあ、後日またちゃんとなぜそうなったのかみたいな動画を出すんで、まあ、ちょっと待っておいてくださいよそれは。まあ、とりあえず今日はこの短い動画をパパッと見てください。すいません。まあ、ここまで話したら多分本編見てもらったらわかると思うんで、まあ、導入はこのくらいにしときますわ。うん、まあ適当に、うん、まあわかるでしょう。ここまで、まあ僕やっぱ生真面目な性格なんでここまで説明してしまいました。はい。まあじゃあ見てもらおうか。見てもらった方が早いですね。 YouTube 本編お願いします。よろしくどうぞ。今日ね、退院してから1週間経って、またそのお医者さん見てもらいに行ったんですよ。そしたらまだ足がかなりむくんでるっていうことで、どんな感じかって言ったら、足ね、今足こんな感じなんですよ。今むくんでるの分かるかな。こことかもかなりでかくなってて、色もちょっとおかしいでしょ。ずっとこんな紫色っぽくてね、かなりでかいんですよ、とりあえず足が。で、熱持ってて。っていう話をしたら、そのお医者さんがストッキングを履きなさいっていうことで、で、僕は、まあ、医療用の感じのやつですかっていうふうに聞いたんですけど、そうじゃなくて、まあ、普通に100均とかで売ってるやつでいいんで、まあ、それを履いたら、ぎゅーっと圧迫されて、この足のむくみみたいなのが取れて楽だよっていうふうに言われたんですね。だからまあ、ちょっと買ってきたんですけど、これ。ストッキング。もう絶対女性用なんですよね。なんか、3COINS っていう、100均？ 100 均、300均一。300円均一で、買ったんですけど、ちょっとそれ、どうなんやろなと思って。まあ、とりあえずちょっと履いてみますわ。大丈夫？これ。足先っぽこうなってて、中に入ってるんですねこれ、髪が。大丈夫ですか、僕が履いてこんな。ええの？男やけど。はい、これちょっと今すごい足パンパンなんで、今日一日ずっと寝転ばなかったんで、ちょっと履いてみようと思いますわ。大丈夫かな。もうね、だいぶ歩けるようにはなってきてて、あ、痛いな、痛いわこれ。あ、これこんなきついね。サイズ何これ。 M か、 M から L って書いてるわ。サイズ M から L って書いてるんで、まあ普通の女性用の足の あれやと思うんですけど、あ、これはきついな。痛い。うわ、これちょっと待って、色気持ち悪くない？何これ。こっちも履いておこう、せっかくなんでちゃんと履きます。こっちはまあ普通に履けるな。ストッキング履くなんて思わなんだ。
まあいいか、こんなもんでしょう。これ大丈夫？やっぱりめっちゃむくんではいるのは、まあ見てわかると思うんですけど、まあ、こっちのこっちが普通の足で、こっちが今マムシに噛まれた足で、まあ、だいぶ楽っすね。でも、まあ、とりあえず楽って感じかな。見た目多分かなり気持ち悪いんやけど、自分の足がこんなになってるって。なんか真っ黒いやつ買ったはずやねんけど、なんかすごい透けてて、見て、これ。どう？似合ってる？似合ってるってなんだか。これ。女性っぽい？やっぱり見た目。そうそう。足元安けど。似合ってんの？似合ってるとは言えんけどさ、ほらこれ足だけ見たら女性って感じする。こうやってこんな感じ。言葉失ってるやん。え？失おうかな。言葉失ってるやん。もうええわ。もっと面白いリアクションを。リアクション思いつかへんわ。それで女のタイツっていうこと。いやでもこんなんなると思わへんか。だからこんななんか透けてるような、うん、ここだけのストックがあんねや。こっから下だけのやつってこと？でもそれ医療用やろ。これ100均のやつやね。どう似合ってる？似合わんな。やっぱり男って感じ。足が男っぽい、うん、女性っぽくない、うん、あかんか。そしたらじゃあもうプライベートはなしやな、これは、うん、プライベートはなしか。もうじゃあ家だけやな、うん、これで外出たらちょっとやばいよな。足の形でやっぱバレるかな。まあもうしょうがないな、まあ、家の中だけにするわ。そしたら出るときは脱いでいくわ。なんかなんていうの、変に見られるな。ヒゲもこんなんやしな。まあええわ、絵描いてくるわ。それ足が あれはどうなるやん。ピタッとなる。あでも気持ちいいね。なんかギューって吐くときめっちゃ痛かったんけどさ、なんかじわーっとなんか全体的にまんべんなく抑えられてる感じで、まあ、楽動くとき。こっからここのが売ってるからな。まあこれでいいけどな。これ300円、まあ、メガよりかもやっぱりそんな格好では出られないけどな。怒る出たら、近所の恥になるか。じゃあもうちょっと控えるわ。それは、まあ、家の中の売ってるはいいけど、誰も、まあ、虫に噛まれたんで誰も知っとらへん。ただの変態やと思われる。思われてほしくないやろ。ちょっとみまあ、すいません皆さん、今回はちょっとふざけた動画になってしまったんですけれども、普段はちゃんと日本画を描いたりもしてるんで、まあ、そういう動画もよかったら見ていってください。まあ他に、まあ、日本画系の動画は、YouTube の概要欄に貼っとこうと思います。あと何やろな、まあ、チャンネル登録、まあ面白かったらチャンネル登録して、まあ、応援してくれよ。まあ、インスタに作品の写真とか何個か載せたりするんで、そっちの方もよろしくお願いします。まあ、ホームページの、リンクも、ホームページのリンクも貼っとこうと思います。まあ、今も作品締め切り間近やのにこんなことやっちゃって、YouTube すごい、
時間かけて編集しちゃってるんで、今日はこの後は今からは頑張って絵を描きたいと思います。メガネが重たいからかここに跡がつくんですけど、それがすごく嫌です。じゃあ次の動画でお会いしましょう。お楽しみにどうぞ。これキロの黒より似合ってるやろ、こっちの方が。キロの買えばよか。この色しかないね。知らん、やっぱ女の子用やからちゃう。だいぶ楽やでこれ。だいぶ楽、ほら歩けるもん。ほら歩けんで、痛くないよ、全然痛くない。ほら全然痛くないで。